LDH 史上最大規模のオーディション、アイコン Z。 この番組ではそのオーディションの裏側を密着。マスケです。お願いします。こっちは俊之介くんのお部屋ですか？はい、そうです。僕のお部屋です。どうぞ。めちゃめちゃ服ないっすか？そうですね。服好きなの？はい。パーカーとか、そう、Tシャツとか、またクローゼットもあるんですけど、上着類だったりとか、でもここにあります。ちなみに一番お気に入りの…うわ、つない。上着は？一番お気に入りの上着。G ジャンが好きなんですけど、この G ジャン、自分ドラゴンボールが好きで、ドラゴンボールとあとあのベイプっていうブランドが好きなんですけど、それのコラボの G ジャン。スニーカー集めるの好きで、最近はあんまりなんですけど、結構前は頻繁に買ってました。結構そういう収集癖みたいなのはあるんですか？飾るのが好きなんですよ。すごい自分スヌーピーが好きで、はいはいはい、見ていただいたら分かるんですけど、はい、もう部屋のあちらこちらにスヌーピーがいるんです、うん、それはねすごい気になってました、はい、こんなでかいやつとか、あのここにもユーロキャッチで撮ったスヌーピーだったりとか、ここにもいるんですけど、なんか見てると落ち着くんですよね、スヌーピー。あのこれもそうなんですけど、本当だ。お母さんがもともとデビュー当時からエクザイルさんが好きで、その影響で僕が0歳の時からそのエクザイルさんライブとか連れてってもらったりしてて、でなんか本当に自分は覚えてないんですけど、どうやらそのエクザイルさんのライブの時だけびっくりするよ踊ってたらしくて、なんかエクザイルさんに指してあれになりたいみたいなことを言ってたらしくて、もう物心つく前からだったので、物心がついた時にはもう EXPG 通ってひたすらダンスレッスンを受けてましたね。その時にはもうすでにこうアーティストになるっていうのを本気で思ってたってことですか？そうですね。もうなんかずっと15年間あの他のことしたいとかブレることなかったので、自分のなんか人生の道のりじゃないですけど、なんか当たり前みたいなことになってましたね。本当にすごく応援してくれてて、一番身近で応援してくれてるので、自分がなんか困ったりとかした時とかは全力でサポートしてくれるので、家族のみんなが。あ、じゃあ特に反対みたいなことは言われてない？あ、一切ないです、はい、一切ない、一切ないです。力強いですね。家の中では常にこうエグザイルさんの曲が流れている感じだったんですけど、その子がまだあの生まれて間もない頃からエグザイルさんの曲が流れると、もう赤ちゃんのあの手足を思いっきり動かして、すごいあの興奮してバタバタさせてて、この子が生まれて半年ぐらいだったと思うんですけど、いろんなアーティストさんが参加するイベントがあの代々木でありまして、試しに連れて行ってみたんですね。でもしあのすごい爆音なので、もし音が大きくて泣いたら出てこようっていう感じで連れて行ったんですが、逆にあのエグザイルさんが出てきたら興奮して、もうあのなんて言うんでしょう、ちょっとよだれも垂らしながらすごく興奮したので、あ、これは本当に好きなんだなと思って、その時にあのファンクラブに入りました。あ、そうなんですか。前大きいな。じゃあお家の中でも頻繁にエグザイルの曲だったりとか、その LDH のアーティストの曲がすごい流れてる環境だったってことですか？そうですね、常にあの流れていて、いつもあのマイクを持って踊って、誰か来てはあの
見てみたいな感じで真似をしていましたね。ダイニングテーブル的なものがないなと思ったんですけど、これは何か理由があるんですか？はい、ダイニングテーブル本当はあったんですが、年少の時なんですけど、ちょうど2代目さんっていうか、アルバムがちょうど出た時にもう興奮してしまって、園のバス、幼稚園のバスがお迎えに来る時間までとにかく朝からテレビを見て真似をして一汗かいてから園バスに乗っていくみたいな生活だったので、ダイニングテーブルが どうしても邪魔になってしまうので、それで思い切って、処分しました。今でもここで踊ったりするんですか？そうです、たまに曲ここでデッキ音かけてやってたりします。そうですね。あ、そうなんだ。はい、中学校に行く前に朝から爆音でなんて言いますのでもうそれがでも当たり前っていうか、当たり前な状況で踊りながらリズム取りながらご飯を食べるみたいな、そんな感じ。朝起きてきてなんかで、この間までこの辺に鏡があったので、なんかこの辺で鏡でこの辺でちょっとやりながら、その服着替えたりとかしてこうやって行ってご飯食べて、でまた戻ってきてそのまま行きます。ちっちゃい頃は父と妹とよく自転車で遊びに来たりとかしてました。今でもなんかこう散歩したりするんですか？たまに気分転換で来たりとか、あと学校の友達とかとサイクリングコースもあるので自転車で走ったりとかしてます。いつもありがとうございます。本当にすごく幸せだし、今までいろんなことあってサポートしてもらってきて、絶対自分一人じゃここまで来れてないし、家族みんなの支えがあって今の自分がいるので、やっぱり何か一つの恩返しできたらなってすごく思うので、絶対に合格を勝ち取って家族みんなにいい結果で恩返しできたらなと思います。止まらないこの詩の歌があって、うん、なかなか都会でなかなか田舎なっていう歌詞があるんですよ。ほら、ちょっと向こうの方行ったら都会なんですけど、もう今のところ都会の部分まだ一個も見つけてない。あ、そうですか。ちょっと行ったらドンキとか。なるほどなるほど。この辺は結構遊んでたんですか？この辺めちゃくちゃ遊んでました。こういう、はい、みんなでジャブジャブして遊んでみたいな、うんうん。なんでオーディション参加したんですか？最初はすごく大まかなアーティストになりたいっていう夢をずっとちっちゃい頃から持ってて、うん、マイケル・ジャクソンさんだったりとか、いろんなアーティストさんを見て自分も自然とこうなりたいっていうふうに思い出すようになったんですけど、このオーディションがあるっていうのを知った時に、なんかそのもう他とないチャンスだっていうのを感じて参加を決めました。うん、ダンス歴どれぐらいなんですか？ダンス歴は今年で12年目になります。それはどういうきっかけで始めたんですか？自分もともとちっちゃい頃にマイケル・ジャクソンさんを見て、ダンスっていうものとか音楽っていうものに初めて触れて、まずはダンスをやりたいっていうのがすごくあって、うん、母も勧めてくれたので、そこでやってみようっていう、最初はちょっと友達を作るとかそういう感覚だったんですけど、うん、どんどんマジでやっていくようになって、はい、全ファイナリストの中でこれだけは負けないぞっていうことを教えてください。誰よりもボケて誰よりもしらけてます。これは僕多分胸張って言えますね。アニメピングーよりピングーのモノマネ。今日のご飯美味しいね。ハンバーグ、ハンバーグ美味しいね。なんかそれこそ場を盛り上げようと頑張っちゃうんですけど、かえって静まるみたいな。でもそこは頑張るんですね。はい、バク転やります。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10。
バック転ありがとうございます、はい、ここが僕の部屋になります。はい、それ綺麗にされてますね。全然です。あのダンスバトルでいただいた賞の一部になります、はいはい、レコーディングはしてるんですか？レコーディングは趣味でちょっと以前してたんですけど、うん、最近はあのゲームのヘッドホンが壊れたりしたのでこれで声をつなげたりとかっていうの最近 APEX っていう以前シゲトラ君と話したりとかしたんですけど、うん、押したりとかしてます。ギター、はい、ギターやってるんですか？ギターを、下手くそなんですけど趣味程度で、うん、あのたまに弾くぐらいですね。僕が君にできること、君との未来を僕なりに守ること、犬や猫や子供たちの寝顔を見つめ、増やしすぎたねって困らせてみたりして、ちょっとたくさんなんですけど、ありがとうございます。はい、はい、ここ着きましたけども、はい、ここはどこですか？ここはヘアオーパスさんっていって、僕が小学生の頃からずっと、うん、僕の髪のケアしてくださったりとかお世話になってる美容室です。はい、はい、じゃちょっと行ってみます。はい、こんにちは。お願いします。こんにちはどうぞどうぞ。ご紹介していただいてもいいですか？はい、ヘアオーパスの海さんっていって、僕がずっとお世話になってる美容師の方です。コウダイ君どれぐらい見てたんですか？もうコウダイ君小学生の3年生ぐらい。そうですかね、うん、で最初はね、お母さんと一緒に来てくれて。どんな小学生でした？もうね、とにかく礼儀正しくて、もうなんか入ってきてもこんにちはみたいな感じで、今日もお願いしますみたいな。でも帰りも本当ニコニコんで、なんか、うん、ありがとうございましたみたいな。すごくなんかやっぱ同世代の子に比べるとかなり違いましたね、うん、ダンスやってたらこんな感じに育つんだなみたいな、うん、まあでもその中でもやっぱ特別に礼儀は正しかったですね、本当に、うん、オーパスに予約取る時からずっとワクワクしてたんです、うん、あ、そうなんだ、嬉しいね、ありがとうございます。まず来た時の嬉しさと、髪型変わった時の嬉しさとみたいな両方重なってとかですね。なるほど、ほんとすごくいい子なんですよ。いい子っていうのもちょっとあれですけど、本当にね、大好きな伍代くんなんで、どん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 なんか夢に向かってステップアップしてほしいですね。めっちゃお世話になってるから、本当にお世話になってるから、ありがとうございます。何かの形で恩返しできたらなって思います、ね、オーディションいろいろ進んでる中でこう、はい、報告した方いますか？二次審査の報告が、生前に意識はもうなかったんですけど、祖母に二次審査受かったよっていう話を病室で祖母にしました、うん、その後に、うん、亡くなってしまって、うん、それからは三次審査からはもうずっと仏壇にっていう感じでした、はい、うん、僕はもうおばあちゃん子だったと思います、うん、あの生前に1年ぐらい前ですかね、うん、に急に母にあのばあばに会いたいって言ってそのまま少しお出かけしたりとか、なんか不意に会いたくなるので、そこはすごいおばあちゃん子だったのかなって思います、うん、なんておばあちゃんにお伝えしたいですか？まあ、まずはここまで残ったよっていうのを本当に会って伝えたいですし、やっぱりそうですね、このここまで残ったからこそ絶対に夢叶えるよっていうのを伝えたいです、うん。Yeah.
こんにちは。中村葵です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。そうですね。ここの公民館なんですけど、僕が初めてダンスを始めさせていただいた場所で、僕がそのダンスを始めたいってなった時に、お母さんがこの公民館に連れてきてくれて、ダンスを始めて、そこから今に至っているので、ここが結構僕のなんていうの、最初の場所というか、ダンスを始めたきっかけの場所です。合宿とかがない休みの日とかで体力つけるために走ったりとかしている海沿いとか公園なんですけど、ここをもうまっすぐあっちの向こうぐらいまでずっと走ってます。何キロぐらいあるんですか？何キロ？でも前走ったのは3キロぐらい。なんか結構往復したりとかしてるので。やっぱ一番は、僕はその関西、その滋賀に住んでいて、その結構京都のスタジオとか大阪のスタジオに通わせていただいた時に、そこで出会った先生にそのロサンゼルスに一緒に留学に行かないかって言われて、そこで連れてってもらったのが結構僕のダンス人生で大きく変わったというか、その留学したのがきっかけで結構そのスキル面だったりとか自分の考え方の視野が広がったなってすごい感じてます。やっぱダンスのジャンル的にも日本と全然違くて、そのジャズファンクだったりとかをそのアメリカで受けさせていただいた際に、もうなんか自分の殻が破れたじゃないですけど、なんか今まで感じてたその恥ずかしさだったりを捨てて、もう本当に自分のものにしたいとか学びたい、吸収したいっていう気持ちでずっともう毎日3本ぐらいレッスン受けていたので、もうそれで結構自分の気持ちの面だったりとか、ダンスってこんなに幅広いんだっていうのを知れて、それは結構今にも生かされているなって思います。やっぱ昔からその LDH さん所属のアーティストさんになりたいっていう思いと、その自分の夢をさらに広げるためにも LDH さんに入って、 LDH さんのアーティストってそのダンスの実力面だけじゃなくて人間性の面だったりとかもすごい僕は尊敬しているので、僕もその一員になれるようなアーティストさんになりたいなと思ってこのオーディションを受けました。合宿はやっぱりその PCP トレーニングとか、そのやっぱ LDH さんのアーティストさんがもう普通にこなしていることをその経験させていただいた時に、やっぱきつさというかはあったんですけど、自分的にはやっぱりここでその妥協したくないというか、ここでもう諦めたら絶対アーティストさんにはなれないなって思って、その体力トレーニングとかその必死についていけるようにそのやったこととか、やっぱりその今グループ審査ということで、これまでずっと個人でパフォーマンスしてきたことをグループでそのやった時に、すごいそのグループとして その難しさだったりとか、そのグループは自分が踊れていてもそのグループのみんなで揃っていないとダメな部分しかなかったので、そこでなんか結構その難しさというか大変さをすごい知りました。ダンスを始めた時にそのアーティストさんを見て、そのダンスを始めたいと思った気持ちをそのままその僕のダンスを見てる方が、そう自分のダンスを見てそのダンスを始めてもらえるようなというか、夢を持ってもらえるような人間になりたいと思っているので、ファイナルステージでもう自分の練習してきたパフォーマンスをそのまま出して、それでもう自分の夢である LDH さん所属という
アーティストさんになるっていうことのその夢をつかみ取るだけだと思うので、もう自分自身を信じてもうこのままもう全力で突き進んでいきたいなと思ってます。はい、マクエイドさんでしょうか。はい、そう、どうぞよろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、ここがそうですね、今一人暮らししてて、でもう自分の元々の部屋だったんですけど今もう違いますね。小学生ぐらいの時に野球をしてて優勝です。お、優勝のメダルですか。はい、剣道やってた時のメダルです。剣道はいつですか。剣道は中学校の頃3年間やってました。銅メダル。これはラグビーですね。ラグビーはまたいつですか。これ高校の時にやってました。1年ぐらいだったんですけど。すごいですね、もうなんかいろんなことを。そうですね。なんか結構いろんなことを冒険したいっていう性格ですね。そうです。あ、どうぞ。もうこれが僕がよくその自粛期間中に使ってたピアノです。なるほど。もうほんと YouTube 見て、で多分指の置き方とか多分違うと思うんですけど、ずっと一人でやってましたDJ のことを勉強してて、でそっからそのアイコン Z っていうオーディションがあるって聞いたので、やっぱりアーティストになりたいなって思い始めて、僕にはアーティストしかないなって思って、それで今のアイコン Z を受けてます。出たかったんですよ、本当に出たかったんですけど、でもやっぱりチームワークなんで、このオーディションはまさくんにその今回はやめて武道館に集中してほしいって言われた時に、まあ、チームワークだからみんな人生かけてオーディションを受けてるので、足引っ張りたくないなって思って、悔しくて悔しくてその泣いちゃったんですよね。僕がダンス始めたきっかけと作曲始めたきっかけの翔太くんです。お親友の。イエーイ、はじめまして翔太です。考えるとまず振り間違えるし、なんかもうとりあえず何も考えず空にしてて、でもう楽しんで踊るっていうのだけ意識してやってるんで、緊張するよ、うん、多少の緊張は大事だけどね、けど悩みながら出てたらもう失敗するからね、いろいろ、うん、だから楽しんでやった方がいいと思う。それに尽きると思う俺は。
いつも俺らと遊んでる感じのテンションで行けば絶対に大丈夫だと思う。楽しい、もう本当楽しみに尽きると思う。とりあえず楽しむわ。うん、そうね、まず楽しむこと第一で、okay. ある程度の緊張は必要だけど楽しんで、不安なことはもう何も考えずに頑張って、うん、よっしゃ楽しみみたいな、イエーみたいな感じのテンションで出てくる。絶対パフォーマンスにも出てくるからね。うわ、エロンめっちゃ楽しそうだなとか、だ見てる側も楽しくなる、絶対伝わるから。確かに、そこに尽きると思います。頑張ってください、本当に頑張ってください。いけるよ、マジでいけるよ。応援しに行くんで、はい、頑張ってください。いけますよ。ね、君と一緒に描くストーリー、アジャストセギノミオフィーリングユー、同じ方幅で音の中で二人君と。誰かが落ちて誰かが受かるっていうのもやっぱ当然あるんで、やっぱ寂しいっていうのもあるし、あんまり考えたくないですよね。だけどやっぱり敗者勝者がいるんで、このオーディションにはもう武道館ではもう全力で自分ができる最大限のことをしていきたいと思って。歌って踊れるようなそのアーティストになりたくて、でそこでそのバリスティックボーイズさんがそのデビューしたての頃に僕ちょっと気になって、そのミュージックビデオだったりその動画サイトでアップされてるそのダンスとかを見て、こんなに歌って踊れるそのグローバルなアーティストがいるんだっていうのが、その自分の中で衝撃を受けて、それでそうですね、なんかこうなりたいなって思って、でちょうどその、まあ、何年後かにその LDH さんがオーディションを開催するっていうことで、これはチャンスだなと思って自分の中 でそれで応募しました。母がフィリピンなので出身が、そこでライブだったりその各地回って元気づけられたらなっていう夢があります。その僕がその生まれた時にそのバンド活動とかをやってて、あの歌手を目指していたっていうことは知ってたので、それを僕も目指してその歌手だけじゃなくて歌って踊れてそのグローバルに活躍できるアーティストになれたらなっていう感じです。夢かなうとかはちょっと自分はもう諦めたんですよ。でそれが翼ができして、でそれがなんか自分からはやりなさいとかそれは全くないです。自然になんかだからその2歳の動画をそれを見て、あこの子がダンス好きなんだなと思って、で歌もなんか一緒にカラオケ行くとなんか私の歌ってる曲を取り合いみたいなとかだからそれが、あ歌も好きなるのかなって、だからそれも少しずつ、あ歌い方こうなんだよって教えてあげたんですね。はい、だからそれを諦めた夢をもしかしてこの子は叶ってくれるから、もう本当にだからそれをだから歌とダンスもできるって言って、もしかしてこの夢は翼が続けるかもしれないって、だからそれ二人の夢って感じですね。はい、小さい頃の夢をもう手に入るとかも本当にドリームカムトローって感じになるから、もう本当に嬉しいです。お母さん的にはここまで残ると思ってましたか？いや本当最初心配したんですけど、でも本当に翼のことを小さい頃から信じてあげたから、
ここまでできたから本当に嬉しい。テレビは毎回見てる？見てる。毎回の日曜日が本当になんかもうパパとなんかもうそこの前でもう本当に楽しみ。もう8時からもうそこで座ってる。早いです。それがだパパとコミュニケーションでちょっとだけお酒飲みながらもうなんかもうドキドキしながらもう本当に楽しみです。毎週。やっぱもう最終ステージが武道館でそれだけでもすごい自分の中のエネルギーになってたんですけど、その見ている方々に感動だったりその楽しい気持ちだったりその一人一人に寄り添えあるようなパフォーマンスができるようになるのがしたいですし、もちろんそこで自分の夢をつかみ取って個人的にもう自分の歴史に残るようなその瞬間にしたいです。お母さん、いや本当に夢みたいです、うん、武道館って翼が立っちゃう多分ボロボロなのちょっと待って待て早くない待ってまだ立ってないよ。いや立ったら本当有名なようにもう本当自分も信じられないぐらい本当一番嬉しいですね。ちょっと待って小さい頃から見てる姿の、あのその舞台の上をそのすごい楽しい踊ってる翼が今回も本当にだから LDH さんとエグザルテライブに入るって言って夢も本当小さいの子供たちの夢だし、だから翼がそこにいるストーリーがもう本当にありがたい、本当に感謝してます。もうやばい。それはやっぱ今まで頑張ってきた姿。そうですね、やっぱいろいろもあってそのだから小さい頃から信じてあげてる翼をだから今回もしかしてその舞台の上に立つのがもう本当にもうやばい。もうごめんなさい。もうやばいですね。はい、すいません。お母さん隣で泣いちゃいました。いや、武道館で撮っといてほしかったです。私も泣こうと思わなかった。